にちは、ようこです。今日は11月の11日の水曜日になります。皆様いかがお過ごしでしょうか。私の住むこのドイツのドルトムント市ですが、現在朝の11時、気温が12度、湿度が 85%、 よく晴れていて大変ね、気持ちのいいお天気になっています。で、現在このドイツは新型コロナウイルス感染症が急速に感染が拡大している状況で、この私の住むこのドルトムント市も感染者数が日々増えている状況にあります。で、そういうこともあって11月の2日からこのドイツはロックダウンの体制をとっているんですけれども、今日はロックダウンに入ってから10日目になります。で、外出は自由にできますので、しっかり感染予防をしていれば、特に問題はないんですけれども、ただ感染症が拡大している状況ですので、私自身もかなり慎重になって外出する際にも必ずマスクを着用して、人と人との距離を空けるようにして、感染予防に努めています。で、今日なんですけれども、6日ぶりに街に出ようと思っています。街の様子、またこのクリスマスツリーの現状もちょっと知りたいなと思うんですね。急遽ちょっとクリスマスツリーが建設が中止になったわけなんですけれども、その後ちょっと解体作業に入るということだったんですけれども、その後どうなったのかちょっと気になっているので、そのクリスマスツリーの現状もちょっと見に行きたいなと思います。で、街の様子もその際にお届けしたいなと思っています。引き続きどうぞご覧ください。出かける時なんですけれども、マスクとアルコール消毒剤を持って出ます。で、私は感染予防に効果が高いと言われている FFP2 マスクを常々つけているんですけれども、今日は排気弁なしを持って出ます。で、最近なんですけれども、街で結構以前よりこの効果が、感染の効果が防御の効果が高いとされている FFP2 マスクをしている人をよく見かけます。また学校外の子どもたちの中にもおそらく親御さんが感染予防に効果があるとされている FFP2 マスクをするように進めているということもあってか、子どもたちの間でもこの FFP2 マスクをする子どもたちを見かけます。
At least he's good enough. That's hard, right? No, but this is hard.今もみの木をねちょっと処分されているらしくて、で小さなもやワイナットライダーフォーバイチョね、もみの木をねいただきました。どうもありがとう。ダンケしなダンケダンケダンケワイナッバウイドーシタンティア、ドルトムントリー、イスビンドルトムントリー、イスビンドルトムントリー、現在私はドルトムント市中心街 の広場に来ています。でこちら私 の, こうあの後方にクリスマスツリーの、まあ、建設中のクリスマスツリーがあるんですけれども、1週間前に来た時にはまだ解体作業が始められていなかったんですけれども、今日はねもう解体作業が、まあ、作業員の人によって、されている状況になります。で何人かね以前もお会いした作業員の方とお会いして、でその処分するもみの木 の,、まあ、一部をねいただくことになりました。まあ、本当にね嬉しいんですけれども、で今年はなんかクリスマスツリーのなんか値段がね上がっているそうなんですね。まあ自宅にはポリエチレン の, クリスマスツリーがあるんですけれども、まあ、生の木を飾ったことがないので、まあ、初めてになるんですけれども、まあ、せっかくねいただいたのでぜひ、まあ、ね飾りたいと思っています。で、まあ親切なことにね作業員の方が自宅までねもみの木もね持ってきていただけるということで、まあ、大きなもみの木を抱えて、まあ、私がこの、まあ、地下鉄に乗ってね運ぶということもねないので本当に助かります。まあそういうことで今年はクリスマスツリーは残念ながら見ることができませんけれども、まあ、来年は、まあ、このコロナウイルスが収まってぜひねこのドルトムントで、まあ、一番大きな、まあ、世界で一番大きなクリスマスツリーがね見れることをね願っています。